弟子屈町公式ニュース、今日は子ども向けバスに乗ろう会というのを開催しております。最近小学生とか子どもたちが公共交通に乗ることがないと思うんですよね。それで、今回ちょっと少しでもバスとか JR に親しんでもらおうと思って企画しました。これを持ってないと降りるときお金払えない、ね、歩行者の邪魔のな邪魔にあれだと思う人ある？バス、バス、JR さんからの提案でモロッコ号がタイミングよく走ってるっていうことで、そこにちょっとぶつけることができてよかったなと思っております。大きい町に行くことが弟子屈が残って、やっぱり大学とか進学で札幌に行ったり東京に行ったりっていう子が多いと思うので、その時に公共交通に慣れておいた方がいいと思って今回のことを企画しました。今後車で動くことが多い弟子屈町だと思うんですけれども、バスにも乗って新しい発見とか大人になってから気づくこととかもいろいろあると思うので、多くの方に乗っていただきたいと思っております。最後までご覧いただきありがとうございました。日本一の自治体運営チャンネルを目指し、これからも動画をどんどんアップしていきます。まずはチャンネル登録者数の人口超え、目指せ7000人。チャンネル登録よろしくお願いします。